パッチャマでございます。取ってきました。8,000円ぐらいかかりましたということで、まあそれは、ね、あうるさい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 な、もうイヤホンのくせに、すいません、ちょっと取ってきましたんで、今日はね、試して、まずはなんていうの、わかんないと、何俺が何言えばいいかわかんなくなっちゃってるけど、まずね、エピックって何っていうとこ、俺結構言われました。レジェンダリーと一緒でしょみたいな。ノーノーノー、そんなことないじゃんということで、まあ、とりあえずね、まずこの今日はエピックを取ったおじさん、何これ、エピックをね取ったおじさんいるでしょ、まあエピックを楽しんでもらいたいってこと。だからまずその何するかっていうのをね、一緒にやっていこうということでございます。まずはまあ誰でもいいですよ、いらない選手、バランとか強くなってんのかな、いらない選手もどんどんって言って、トレコ作るでしょ、トレコ作ってよ、トレコ作ってどうすんの、トレコ作ってこれで育成するわけですね。あ、エリクセンとかいるんだ、めっちゃいい選手だけどね、エリクセン本当まあ、被ってる人はいらないよと。あ、富安、あ、富安持ってるわ。被ってる人はまあいらないと。被ってない人はいると。あ、ちょっとバランは残しとこう。最近ちょっとマンチェスターユナイテッドでバランが頑張ってるんでね。まあ、ご褒美育成はあるという感じですね。で、まあ、こう、アンディ・コール、ヨークね。まあ、見ていくと。能力見ていくんですよ。まずは皿の状態で。で、まあ、予想立てます。こんなプレイできるかな、こんなプレイできるんじゃないって。で、アンディ・コール、ヨークもそうですけど、能力結構微妙なんですよ、こうやって見ると。ただ唯一無二のとこあるか、まあ、まずこのゲームで一番強くなれるか、そのポジションでね、フォワードのラインブレーカーならフォワードのラインブレーカーで一番強くなれるか、なれませんね。で、なれないとなったら、じゃあどうするか、個性が出るか。例えばルンメニゲアには勝てないけど、ムバッペには勝てないけど、そいつらにできないことがあれば、そのこの人たちの存在価値は出てくるわけですから、それをじゃあ狙っていきましょうということで、アンディコールはね、こうやって見るとスキルでワンタッチシュートワンタッチパスあります。で、逆足が高い高い、ここが大事と、ここがやっぱ違うなと、他とは違うなと。で、ラインブレーカーも、ラインブレーカーじゃない、ドワイトヨークな、プレスタイルで呼んじゃったドワイトヨークもワンタッチシュートワンタッチパスがあると。で、まあ逆足は普通だけど精度は高いということで、まあイメージできるのは2トップでこの2人がスピードに乗りながらワンタッチでパス交換をして相手を惑わして、で、裏抜けた方にスルーパスを出すみたいな、そういうイメージができると。じゃあそのプレーをするときに何が必要だろうなって思って考えます。で、必要なのはまあシュート、決定力、最後シュート入んなきゃ意味ないじゃん、決定力はまあ必要だな。で、オフェンスセンス、ポジショニング、まあこれはね、あんまりいらないかも。俺はこの2人を生かそうと思ったら、まあ全部上げたいよ、それ全部上げたいんだけど、全部上げられないから、やっぱりスピード、瞬発、さらにボールコントロール、決定力、これかなと。で、まあスピード瞬発は、まあ、あれあるだけいいよねと。で、パスの能力も、まあ、ちょこっとあった方がいいと。で、さらにボールコントロールがあればトラップしてもう一回パス出すまでさらに速くなりますし、ワンタッチで返せない時にコネコネできるってことで、あとはトラップがね、伸びたりとかもしなくなるんで、伸びないってことは止めてすぐ出せる、トラップしてスピードに乗った状態でプレーするんでね、トラップしてグンって伸びちゃったらパスが出せなくなるでしょ。これちょっとこいつらは個性があるんで、普通のフォワードでとして、まあ常に出続けるってよりは必殺技みたいな感じで、そういうユニットとして出そうかな。だから、チームスタイルは70でいいです。もう能力を尖らせる。スピードはね、まあこれはもう考えるときはまずは、まあ最低ライン決めるよね、最低こんぐらいかなみたいな。まずね、この場合はよ、まあ、スピードでぶっちぎりたい人はもう何も考えずにスピード上げていい。で、俺はね、ここ80欲しいな、ドリブル、ボール、コントロール、ボールキック、この辺で、まあ、トラップ上手くなるから。で、決定力は82くらい、まあ、最低ラインですよね、僕なりの。で、あとの残りの12ポイントをスピードに振るか、トラップ系に振るかっていうところで迷うかなっていう感じですね。で、これで決めれなかったら1試合使います。1試合使って、今はね、イベントモードとかで別に途中切断もできるんで、一回触って、あ、なるほどなとかも、まあ使いますからね。そういうのでやったりとか、一試合通してどうだろうって、ポジショニングとか微妙かなとか、ね、そういうの見たり。俺はね、スピード多分いらないんじゃないかなと思います。強い人に勝とうと思ったらスピードいると思うんですよ。マジで日本のトップ層みたいな。ただ、その辺のオンラインの人だったら、スピード瞬発がそこまでなくても、もう
突っ込んできちゃうんで、うわって。じゃあそれでいけるかな。逆に突っ込んでこない人とか、あ、上手い人だったら、あ、これ裏狙ってるな、この横パス交換は食いついちゃダメなやつだって思ってリトリートされたら、この人たちは何もできないかもしれません。だそういう時にのためにやっぱりドリブルパススピードよりはドリブルパスを上げといて、まあ、あんま上がんなかったけどまあそんなにワンツーパスで崩せなかった時にどうするかっていうのを考えみたいな、あ、こんな感じですか。スピード瞬発フィジコンとかもまああった方がいいんだけど、今回は目をつむります。でまあ1余ったんで80まで上げましょう。あ、パス上げればよかったかもね。クラウンダーパスフライパス63、あ、これ失敗の匂いしてきましたこれはちょっとね失敗の匂いしてきてる。まあヨークはさっきのねコールは逆足最高でしょ、だから精度が落ちない、だからまああのパスでもいけるかもしれない。ただヨークは逆足で蹴った時にやっぱパスの精度気になってきますんで、ちょっと この人はパス上げようかな。うん、もうちょっとパス上げてもよかったかもしれないな。ちょっと今もうすでに試合行く前からあれとこれやっぱ見落としマジで気をつけて、ほんと落ち着いて、今俺動画撮ってるから早くしないとっていう感じでやってますけど、だからスピード瞬発もしかしたらいらんかもな。うん、パスもだってね70-70ぐらいあればよかったんじゃないのつっていやもしかしたらこういう形の方が実は強いよとかもあるかも。スピード瞬発置いといて、ただ俺的にはねスピード瞬発は似た選手の方がいい動きすると思ってるんですよ。まあ、あの根拠ないです、根拠ないんですけど、だからちょっと近めにはやっぱ設定しておきたい。パスはいやさっきのねーコールの方のパスが決定力70しかないんで80まで上げとくか。あ、80でもっと低いね、本当はもっとこう行きたいんだけどね。スピード瞬発パス、いやもう今更やっぱなんかねすごい今パス上げたくなってんだけど、絶対ヨークのパス上げてないミスに引っ張られてんだよね。決定力上げよう、やっぱまあこれでいきましょう、これでいきましょう。うん、あとは、1余ったんで80まで上げると、こんな感じで、はあ、ちょっとね怪しい空気出てます。で能力見ても別にそんなに、いやまあめちゃめちゃ強いってことはないでしょ。うん、でこの人ね、ブライアン・ロブソンで、これこの人の場合はプレースタイルから見ます。2列目の飛び出しかと、だから普通の中盤の動きもそうですし、より攻撃的に前に出るということは、フォワードの位置のでの動きっていうのもまあ求められるって考えた時に、やっぱり決定力とかドリブル系コネコネ系が低すぎると邪魔だなと、上がってきて邪魔だな、雑魚だってなるんで、ちょっとそこを上げたい。でスピード瞬発に関しては本当は上げたいんですよ。なんでかっていうことと、2列目の飛び出しだから大きく深く深いところまで行くってことは、その分戻らなきゃいけないからスピード瞬発は欲しい。ディフェンスセンスとかがないから、もうディフェンスだからこれ上げられない。でフィジコンボディコンもちょっと上げられない、上げたいけどね、できればボディコン上げたい。まあスピシュン上げて、スピシュンとまあ決定力は71でもまあいいかな。ボールコンでパスはもう僕上げません、これ。うん、もうそんなね、何でもかんでもは無理何でもかんでは無理なんで。あ、ただ44まで上がるのか、あるかなこれ、あるかもしんないな。44まで上がるんであればちょっとポイントあるんでやってみましょうと。じゃあスピード瞬発僕爆上げします。チームスタイルちょっと置いといて爆上げします。85瞬発、あーもう結構終わりだなこれ。ポイント残りポイント18でしょ、ちょっとこれ終わりだねもうね。まあ80ずつぐらいにしとこうか。で、ドリブル系ね、はいはい、まあ全部80ぐらい。パス上げたくないな。決定力75、まあこんな感じ、これかな。パス、いやでもパスね低い位置からボーンって蹴ったりとかもあるだろうけど、80、まあちょっとここすごく迷います。あとスピード、あスピード上げれるかな。あーボディコン、ボディコン、フィジコン、ディフェンス能力もちょっと上げたいね。守備はするだろうからね。まあ3余ったんでパスですかね。うん、これかな。スピード瞬発これでいいと思います。うん、やっぱポジションによって求められること違いますよね。逆にプレーメーカーとかだったらスピード瞬発はいらないとかね。うん、そんな上がっていかないから。
そういうこと。はい、では試合に行きましょう。これが当たってるのかどうか、外れてるのかもしれない。まあこれはエピックだけじゃなくてね、どの育成するときにでも必要ですよね。まあここでしょ、まあ、ツートップの方がいいのかな。ちょっとそこはね、ちょっとそこは要相談ですね。でさらに今もうこのフォーメーション俺変えたいんですよね。やっぱ限界が見えたんで、あのシシさんとの戦いで、これはちょっとね、やっぱトップ層には勝てないなという限界が見えたので、ちょっと変えたい。でロブソンはスナイデルのとこだろうね。まあ、こうやって見るとスナイデルの方がかなり強いよね、高い位置での。だからこのロブソンは ST の適性あるかな。ないか。まあまあまあ、だとしたら2トップで、2トップにしようと。でメッシいらない。でメッシじゃなくて、ここスナイデルか、いや違う、ロブソンじゃなくて、あチュアメニ行くか。チュアメニとかも使いたいけど、まあまあまあいいや、明日使おう。で、カゼミロね、2ゴラで、ここでしょ、うん、OMF で、あこうしよう、キミヒ、あキミヒじゃ変えよう。じゃで、カンテ、カゼミロ、よし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 、これ DMF ね。で4222、これにしましょう。で2トップで、ここでコネコネもできるし、2列目の飛び出しもう1枚。でキミヒじゃなくて、まあ、スナイデルとかでもいいね、攻撃的だから。まあ、イニエスタにしましょうか。これでいいんじゃない、これってなったら、ここでコネコネできる。その間にこの2人上がる。で、そこに抜かしてもいいし、コールヨーク2人だけで崩してもいい。これは硬いと思います。行きましょうということで。まあで大事なのがね、この木曜日とか若干、あ木曜日メンテ後やっぱみんながアクセスするんで、ガチャして若干普段より重めだ。これだけで強い弱いを判断するのもちょっと難しい。なんとなく上がるけど、まあ、軽かった、選手のタイプによっては、まあ、軽かったらいけるかもねとか、重かったらどうだろうみたいなのあるんで、まあ、ちょっといきましょう。いや、もうこれがうまくいっててほしい。マジで。で、明日、チュアメニとか、その辺が出ればいいですね、という感じでございます。さあ、行きましょう。よし。さあ、レッツゴー。うん、いやー、では、試合に参ります。やっぱ育成したとは、俺が信じたあの理想のヨークコール、まあ、ちょっとパス上げれてないですけど、強くあったし、ね、パスがこれでもいけたら別に問題ないから、お願いします。はい、ということで行きました。さあ期待してます、本当に。だからまあ結構楽しみ方として、一発でグッてレベルまでするのもいいけど、ちょっとずつ上げてっていいバランスをチューニングしていくっていうのもあれだよね。あ、よくコール足こんぐらいでいいやみたいな、こんぐらいあればまあいいなみたいな、あとはじゃあ他のとこに振ろうといけます。そうだよね、ブライアン・ロブソンが左利きなんで、こっちの方がシュートは打てるかな。決定力は75まで上げてると。いきましょう。うん、まあ、よくコール、マジで昔から俺のことをね見てくれてる人知ってるはず。俺だけがあの時必要にこだわってヨークコールを使ってた。他の人はね、まあ別のロナウドだ、ムバッペだ、メッシだ使ってたけど、俺だけがヨークコールを信じた。結構でも強かったね、本当にあの時は強かったんだけどね。ただまあもちろんヨークコールにはできないことあるよね。だからできることもあるけど、そこを生かして勝利をつなぐ、俺結構そういうのが好きなんですよ。もう全知全能の神みたいな選手は、それは使ってたら楽しい。もう勝ちまくれるからね。誰も止めれねえや、みたいな。それも楽しいけど、ちょっとこう、弱点がある。そういうやつの方が、なんかこう、ヒーローチックでいいじゃん。アンパンマンも、顔に水がかかったら、ギャイーンみたいな感じで。ヨークコールがね、ちょっとこう、フィジカルとかはないし、オフェンスセンスとかもそんなにない。決定力も高くない。ただまあ実際にね、リアルのヨークコールも、その他のフォワードにはね勝てない能力あったけど、この2人のコンビネーションでマンチェスターユナイテッドで一時代を築いてさ、歴史に名を残す、もう2トップのユニットといえばっていうね、ランキングとかでもかなり上位に上がってくるような、まあ、革命を起こしたわけですから、それを体感したい。じゃあマンチェスターでももう一回起こしてくれ。それです、いきましょう。はあ、まずはねコールのパスですよ。赤だったからね、赤。いや、あれもしあれでコール最高だと、
でもお前パスだけがちょっと微妙だってなったらもう取り直します。俺はそんぐらいヨークコールを愛してる。もっとスピード、本当だったらね、もっとスピードとかスピード瞬発90とか、まあ、だからシュートいらんかったかもね、マジで。もうシュートは入らんと危ないやば、シュート入らん。だけどそのもう絶対にね、あの1対1は作るんだと、そういうとこ。これどうですか、ここでさ、これ見てほら早くない。でここで、あ、惜しいな、ちょっともうちょっと待てばよかった。奥をおとりにコールを走らせる、ここじゃない。今のいいんだったらもっとスピードいるかもな、あった方が脳死でウェイってできた。あ、ちょっと待って、 OK、 ここ、いや意外と今作ハマらんみたいなことはあんの。あ、来た来た、あ、ここ前おい、そこだろう。いや神だな、これは神、はい、これは神。もうもうブライアン・ロブソン、お前それできるんだったらうちのチームにいていい、まあ、後のね守備とかその辺、まあでも 2OMF だから、そこはほら見て、相手のムバッペとかのパスのさ、ぎこちなさ、やっぱわかな、ムバッペにはないんだよねと。あ、ちょっとフィジカルかな、今のフィジカルあれば、ここでも当てれ、当てたいね、当てて、でこうでしょ、でこう、はい、最強。あ、マジで強くない。あ、パス今のパス高かったらいけたかなやっぱスピードはない分ね、後で追いつかれちゃうよね。これね、前に出てほしい。フィジカルとかでちょっと前に出れたらよかったね、今のな。こう今のもダイレクトでね、グーンとかでもよかったもんね、スルーパス、あの抜け出してる人の位置が良ければいいじゃん。やっぱヨークコールいいかも。あ、ちょっと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 、早く出したい、早く出したいね。あ、やばいね。オッケーオッケー。あ、まあまあ、入り、え、何今のキモいシュート。え、なんかすごいキモかったけど入りそうだった。知ってんのかこの人、たまたまか。はい、あー、だからロブソン、お前もっとスルーパスチックに出さないと、スルーパスチックに出さないと。あ、ナイス、ちょっとカスル買って、スルーパスチックに、もうダブルタッチ好きだなこの人。あ、ちょっと待ってね、オッケーオッケーオッケー。はい、いや、ここでね、こうでしょ。あ、ワンタッチで欲しいなそれ。でここ、あ、抜けててほしいよねこれでね。今の通らなかったけどさ、通ってたとしてもワンタッチじゃ何もできなかった。足出せ、よし、足出せ、ここよ、ここここここ、でこうでしょ。でこっから、はい、これ抜けて、もう一回で、ここ、え、完璧じゃん。ただイニエスタシュートが微妙だなちょっとやっぱ自信持って打てなかったからね。あ、これ大丈夫なのかなと、そういう迷いがあるとああいう風にやっぱね、押すのが遅いから、出すのが遅いから、やっぱちょっと寄せられちゃった。ちょ、イニエスタじゃないなこれ。2列目でもっとシュート打てる。イニエスタ決定力何？あ、でも73あればいけるか。完璧だったねこの人ね。カーブ65なのに根幹あるよね。え、関係ないの根幹にカーブなんか割と曲がってたように見えたけど、ダブルタッチで打って決定力がそこそこあればいけるって感じなのかな。カーブの値俺結構気にしてたんだけどね、いらないのかも。お、惜しい。あ、惜しい。惜しいね。惜しい、惜しい、惜しい。いいよ。ロブソンが輝いてます。俺の今日のメインはヨークコールだったんだけど。いや、ヨークコールでもいい。ちょっとでもね、若干物足りなさを感じる部分もあって、そこをどうするかだよな。まあ、修正できるのか。いや、もうこれ以上は上げられないと。もう妥協できませんっていうところであれば。あ、そっちじゃない。あ、いいね。あとなんか前、チェイシングかなんかつけてたよね、この人たち。違ったっけな。キョッキョッケー。ヨークコールのワンツーでガンガン潰していってほしいんだけどね。どうなんだろうね、これね。イニエスタいいじゃん。ここ出して。はい。あ、ワンツーがよかったな、それ。あ、誰もいねえわ。
誰もいない。カゼミロなんでそこにいんだろう。でもサイドバックみたいな位置にいましたね。はい、ここで戻してもいいじゃん。これね、これもいいじゃん。あ、惜しい。あの、ワンタッチパスでいいよ。なんか幅が広がったな。やっぱり逆足精度が高い2人、幅が広がった。オッケーオッケー。やっぱダブルタッチからのコンカ。あ、組んでいるじゃん。え、組んでどこで使ってんのこの人。今組んでで打ったんだ。サイドバックか。なかなかいいシュート打ってたね。え、ちょっと頼むぞ、よくコール。もうちょっと、まだお前らならできるはず。俺が思うにね、まだまだ可能性を秘めてますよ、君たちは。絶神、この審判。え、見ててほら、もうだって。進行方向にさ、ディフェンスいんのよ。あ、PK じゃないならいいよ。もう、こうなったら。何してくる？組んでて、組んで。そういう感じね。ちょ待って待って。ボール持ってる人変わっちゃ嫌よ。はい。ちょ頼むマジで。頼むマジでそれ。ちょっと。よしよし。ここ。フリーになってくれ。お前ら、なんでそんなフリーになってんの？もうそこからさ、出せれば、めちゃくちゃいいのに。いくらでもやり終わるよ。コンカからのシュート。ダブルタッチか。ダブルタッチからのシュート。俺ずっとコンカって言ってたかもね。ダブタからのコンカ。かなり狙ってきてます。ここ耐え時だよ。で、こういう時にさ、もう、持ったらすぐ2人、前の2人に出して、ちょ、危ない。出して、上がってくれ。なんで上がってくれないの。ダブタ信じすぎてるこいつは。オッケー。あ、行こう。これでしょ。お前の、あー結果力か、さすがに。今のあの、なんか躍動感やばくなかった。生きのいい魚みたいな、ドローンみたいな感じで。え、あるの？普通にスピード。もうこれもあるんだったら、こっちも警戒しなきゃいけないから。今までだったらさ、ワンタッチ、どうせワンタッチパスでしょって思ってた。違う。反転して、ドルンドリブルがあるわ。え、どっちだった？ちなみに今の。コールかな？はい。あ、ちょっとダメだ。ここね。そう。ここワンタッチ。ワンタッチ。あ、ちょ、素晴らしい。あ、そう、欲しいな。出せる？オッケー。あ、かぶっちゃってな、こいつら。仲良しだ。あ、ワンタッチで出してほしい、それ。近すぎる。ちょっとこのゲームに、ワンタッチ、あのワンタッチが通せないなら、ヨークコールは、このゲームに向いてないと言わざるを得ないよ。ちょっと、フリーになってほしいよ、こういうところに。あ、いいね。あ、いいね。あ、いいね。まあ、この、うわー、あるね、最後。ゴール前で、うわー、俺によこせーみたいな。ある。いや、結構普通のフォワードとしての能力がある。でも、いらないかも。そこ削って、ワンパおじさん、あ、終わった？勝ったよ。ヨークコールが、しばき切った。これ、まあ、今ので考えると、まあ、イベントレベルでは通用すると。もうちょっとでもね、見せてほしい。可能性は感じる。うん。能力育成は成功だと思う、これで。パス上げたかったけど、安心感ね。でも変なパスなかったからいけるんじゃないかな。うん。まあこれで、俺がうまく使いこなせれば、普通のフォワードとしての使える能力プラス、ワンタッチパスのヨークコールのコンビネーション。それが2つ手に入れば、もうムバッペ、ルンメニゲより強いって言っちゃってもいいよね。まあ、それを探していきたいと。そんな感じです。ということで今日はルンメニゲ、あ、じゃあヨークコール、そしてロブソン育成動画でございました。さようなら。パー。